滑走路とターミナル完成とヒースロー空港をハブにするブリティッシュエアウェイズ住宅地の上を飛ぶエアバス A340 ロンドンヒースロー空港はイギリスの首都ロンドンの西部にあるイギリス最大の空港国際空港評議会の集計による国際線利用者数は2019年が約7604万人でドバイ国際空港に次ぎ世界第2位 2013年まで世界一の空港だった。所有、運営は民間会社のイギリス空港会社である。空港コードは LHR、イーグルブリティッシュエアウェイズバージンアトランティック航空のハブ空港になっている。1959年にクロイドン空港が閉鎖したことに伴い、ロンドンを代表する国際空港となった。滑走路は平行に2本あり、 それぞれ3,902メートル、3,658メートルの長さを持ち、パリのシャルルド・ゴール空港、フランクフルトのフランクフルト空港、アムステルダムのスキポール空港と並び、ヨーロッパの大規模空港である。旅客ターミナル4つと貨物ターミナル1つを持つ。クレーターロンドンの西端に位置し、ロンドン中心市街地などとのアクセスは、 比較的便利なものの周辺を住宅地に囲まれていることから騒音規制が厳しいことでも有名である。この空港には通常の軽機着陸装置だけでなく MLS と呼ばれる広報施設も設置されている。2015年6月をもって老朽化したターミナル1が閉鎖され解体された。跡地には2014年6月4日に第一次建て替えが完了した。 ターミナル2をさらに拡張する形で第二次工事が行われた。それによりターミナル1は欠番となったが利用者の混乱を招くことから今のところターミナルの番号を1を先頭に揃え直す予定はない。また同時にロンドン地下鉄ピカデリー線の駅名やナショナルレールの副駅名は1を省いたものに変更されている。航空ファンに ヒースロー空港名物として親しまれていた飛行機の踏切はターミナル2の閉鎖後の道路の付け替えにより見られなくなった。乗り入れ航空会社は可能な限り航空連合別に各ターミナルに振り分けられている。航空会社や利用クラスに関わらず有料で利用できる空港ラウンジも設けられている。スターアライアンス加盟航空会社25社とアライアンス非加盟の3社。 ワンワールド加盟航空会社9社と、スカイチーム加盟のデルタ航空、ガルーダインドネシア航空、ミドルイースト航空と、アライアンス非加盟の9社。スカイチーム加盟航空会社11社と、ワンワールド加盟のカタール航空、マレーシア航空と、アライアンス非加盟の18社。ワンワールドメンバーで、イギリスのフラッグキャリアでもある、イヤグ参加のブリティッシュエアウェイズ、イベリア航空、 イベリアエクスプレスの3社。上空からスポット周辺かつて存在した整備地区の飛行機の踏切ブリティッシュエアウェイズのコンコルド1929年にグレートウェスタンエアロドロームという飛行場ができたのが最初である。この飛行場はフェアリーアビエーションの使用で航空機の組み立て及びテストに使用された。ヒースロー空港の名前の由来は 空港完成時に消滅したヒースローという道もしくは集落の名前から来ている。第二次世界大戦が始まると、ロンドンの南にあったクロイドン空港の代替として少量の商業空輸が取り扱われるようになったが、1944年にイギリス空軍に接収された。1945年1本目の滑走路が建設完了した。 第二次世界大戦終戦後の1946年1月にはイギリス民間航空局に返還され、1946年3月31日民間空港として開港し、同年5月31日に商用飛行を開始した。この頃の東空港の滑走路はプロペラ機用の短いものであった。またあらゆる風の向きでも離着陸可能なように交差していたため、 1952年に就航した初のジェット旅客機であるデハビランド DH-106 コメットの就航を受けて近代的な配置へと改良が進められた。コメットが初就航した翌年の1953年に新滑走路が完成しエリザベス2世女王が招かれて新しい滑走路オープンの記念式典が行われた。1955年にヨーロッパビルがオープン。 すぐに、現在のターミナル3が開業した。そして、1959年に、クロイドン空港が閉鎖したことにより、ロンドンを代表する国際空港となり、ボーイング707やダグラス DC-8、ビッカース VC-10 などの大型ジェット旅客機の相次ぐ乗り入れや、インドやパキスタン、ジャマイカやマレーシアなど、1940年代から1960年代に、 かけて相次いで独立した旧植民地からの航空会社の乗り入れや日本やブラジルなどからの長距離便の乗り入れも急増し乗客が増加したことに対応して1968年に旧ターミナル1が開業したその後もボーイング747などの大型ジェット旅客機の相次ぐ乗り入れを受け利用客数は増加を続けた1970年にパンアメリカン航空が ニューヨークジョンカイケネリ空港からの初乗り入れ以来、BA は、この刺激を受けたことからニューヨーク、ロサンゼルス、そして当時イギリス領であった香港を経由して、羽田へのフライトのために747を導入した。1976年1月には、世界初の超音速旅客機であるコンコルドが、ニューヨークとの間で就航を開始し、その後バーレーンシンガポール船やバルバドス船にも、 就航した。翌1977年には、ロンドン地下鉄が東空港とロンドン市内との間で、開通した。1986年に、サッチャー政権の民営化方針を受け、イギリス空港公団が民営化され、東空港の所有も移譲された。また、同年に南かす走路のさらに南側にターミナル4が開業した。 サッチャー政権の産業構造改革により80年代後半から勢いを取り戻した英国経済に補助を合わせるかのように、この頃のブリティッシュエアウェイズは日本の成田空港以外の直行便就航地を精力的に拡大した時期にあたり、1990年代中盤まで名古屋空港などにも東空港からの路線を開設していた。それまで、 ロンドン市内と東空港を結ぶ直通鉄道がなかったために直通鉄道の必要性が議論されていたがようやく1998年にロンドンパリントン駅東空港を結ぶ直通鉄道であるヒースローエクスプレスが開通した2006年8月にアメリカ行き便を狙ったテロ事件未遂が起こったためセキュリティが強化され液体や携帯電話 iPod の機内への持ち込みが禁止されるなど厳しい制限が行われた。また、出発済みの瓶を除く、東空港へ向かうすべての瓶が欠航になった。現在では、セキュリティアラートが一段階下げられ、手荷物一人当たり1個のみとなり、また、電子機器類の持ち込みは許可されている。また、北米線を除いて購入した免税品の機内持ち込みも可能である。 離陸待ちの列着陸する旅客機相次ぐ増築のために旅客ターミナル内の混雑や荷物の紛失が慢性化したことやさらなる乗り入れ便数の増加やエアバス A380 の就航開始などにより利用者増が見込まれたためこれまでの旅客ターミナルエリアから離れた A3044 通り沿いにターミナル5の新設が計画された年月日には 1> 第1期工事が完了し供用開始された。T5 は3棟の建物で構成され、イギリス最大級の建築物となった。その後ターミナル2の建て替えが計画された。ターミナル2の建て替え工事は2009年に開始し、2014年に第1期工事が完成した。ターミナル2はエリザベス2世以上にちなんでザクイーンズターミナルという新名称になり、 スターアライアンス専用ターミナルとなった。2015年のターミナル1閉鎖後に始まった第二期工事では、ターミナル1の跡地にターミナル2を拡張し、ターミナル2は T1 を含んだ巨大ターミナルとなる。この拡張計画に対し、長年ヒースロー発着する旅客機の騒音に悩まされてきた近隣住民や環境保護団体が反対し、大規模な抗議活動が繰り広げられたものの、 最終的に拡張計画が承認された。2016年10月25日、3本目の滑走路の建設が政府から承認された。2200メートルの第3滑走路と第6ターミナルが建設される予定で、イギリス政府が正式に発表した。2020年2月27日、構想院は政府は空港拡張方針を検討する際、パリ協定に基づく、 気候変動対策を考慮する義務があったが、それを怠ったと認定。拡張計画を違法と判断。第三滑走総路建設反対派の勝訴とした。政府は上訴しないとした一方、空港側は上訴の意向を表明した。これに加えて、COVID-19 による旅客需要の減少も計画を遅らせる要因になっている。 ヒースロー空港国際線就航都市一覧2015年6月29日をもって閉鎖。解体されターミナル2の拡張用地になった。ターミナル2出発ロビー2014年6月にオープンした最新のターミナルである。正式名称はザクイーンスターミナル。スター・アライアンス加盟航空会社専用のターミナルとなった。まずはユナイテッド航空が移転し、 2014年10月までに、スター・アライアンス加盟各社が順次移転した。ターミナル3外艦ターミナル4外艦ブリティッシュ、エアウェイズのファーストクラス専用ラウンジ、コンコルドルームがある。イギリスス・スカイトラックス社による2019年、ワールドエアポートアワードで、世界最高の空港ターミナルに選定された。かつて、ヒースロー空港の近所に展示されていたコンコルドの、 模型ヒースロー空港の滑走路の脇にはかつてこの空港をハブにするブリティッシュエアウェイズが所有していた超音速旅客機のコンコルドの機体が現在も保存されて中期している。ただしこれは展示されているものではない。また以前は空港付近を走る道路の脇にもコンコルドの大型模型が展示されていたが現在はエミレーツ航空機の模型に置き換えられてしまった。 ヒースローエクスプレスヒースローターミナル5駅空港内にはヒースローエクスプレス及びヒースローコネクトといった空港アクセス列車もしくはロンドン地下鉄ピカデリー線の列車が発着するこのうちターミナル2から3にはヒースローセントラル駅及びヒースローターミナルズ23駅がターミナル4にはヒースローターミナル4駅及びヒースローターミナル4駅がアクセス駅となる ターミナル5には、ヒースローターミナル5駅がもより、ヒースローエクスプレスは、ロンドン中心部のパディントン駅から15分間隔で運行されており、途中ノンストップで、所要15分。また、途中のほとんどの駅に停車して、所要25分、ヒースローエクスプレスよりも運賃が安いヒースロー、コネクトが30分間隔で運行されている。なお、ヒースローエクスプレスは、ターミナル5駅へ、 ヒースローコネクトはターミナル4駅へそれぞれ向かうため途中のヒースローセントラル駅で相互の乗り換えが必要となる場合がある。ピカデリー線は所要約1時間5分間隔。なおヒースローコネクトのヒースローセントラル駅ターミナル4駅の間は無料で乗車できる。ヒースローエクスプレスのヒースローセントラル駅ターミナル5駅間も無料である。 ロンドンタクシーロンドンタクシーがヒースロー空港の各ターミナルの乗り場に待機している。各ターミナルからロンドン市内の主要エリアやホテル、駅やガトウィック空港、シティ空港、ルートン空港、スタンステッド空港のロンドンの各空港へのバス路線が運行されている。ヒースロー空港で稼働するヒースローポッド各ターミナルには駐車場が完備されている。また、 エービスやハーツ、バジェットなどの主要レンタカー会社のカウンターが各ターミナル内にある。ターミナル5から駐車場までは 3km 以上の距離があるため、キースローポッドと呼ばれる新交通システムが整備されている。4人乗りの小型車両は随時運行されており、約 3.8km の距離を約5分で結ぶ。各ターミナルには、スターバックスやよ、寿司などの軽食や、 ファストフード店を中心に様々な料理のレストランやバー、パブが営業している。出国手続き後には免税店もある。空港敷地内にヒルトンとヨーテル、ソフィテルの各ホテルがあるほか、空港周辺にはホリデイインやシェラトン、マリオットなどの国際チェーンの高級ホテルから B&B まで多数の宿泊施設がある。東空港を舞台にした映画が数本撮影されている。 ありがとうございます。